千葉商科大学商学部経済学科2年の余木優香です。中央高校出身です。視覚取得にすごい力入れているとこですね。塾の先生に教えてもらいました。高校1年生の初め頃ですね。いっぱい悩む時間があればあるほど自分の行きたい大学とか調べたりすることができるので、早めに決めた方がいいなって思って、その学校に行ってる先輩の話聞いたり、オープンキャンパスに行ってその学校の雰囲気を知ることが大事だと思います。最初はすごい反対してましたけど、大学がどういった大学なのかとか、自分にとって就職に役立つ場所なのかとか、やっぱそういうことです。自分で説得材料を持ってくるというか、それで説得させる感じですね。あとはやっぱ授業料が半額になったりとか、そういう休止制度などを頑張る生徒に支援するよっていう制度も大事だと思います。資格に関してすごい力入れてるので支援してくれたりもしますし、講座とかも学校独自に開いてくれたりするので、すごいそこは助かってます。交通の便もそうですし、いろんな人がいるので、そういう人たちと関わって自分の価値観を広げることができたっていうことです。あと一人暮らしなので自分がやることに全部責任が伴うので、やっぱ責任感強くなりました。風邪になった時とか一人なので助けてくれる人がいないということですね。資格取得ですね。日照簿記と宅建とトイック3つの資格を勉強しています。将来の夢はまだ決まってないんですけど、それに向けて今現在いろんな選択肢を広げようと頑張っています。ディズニーランドホテルでバイトしています。厳しいんですけど、やっぱすごい充実してますし、ゲストの人からありがとうって言われると頑張ってよかったなって思います。おじいちゃんおばあちゃんいつも気にかけてくれて、電話とかもしてくれてありがとうございます。今コロナっていう時期で食料とかも送ってくれたり、お小遣いを送ってくれたり、最近じゃ iPad 買ってもうビデオ通話もしてるけど、本当は会いたいけどいつも感謝してます。本当にありがとうございます。お父さん毎月仕送りしてくれてありがとうございます。お父さんとは全然話もしてなくてあんまり会えてないけど、たまには連絡しますお母さん本当は連絡しないといけないけど全然してないし、おじいちゃんおばあちゃんばっかりにしか連絡してないから、やっぱ連絡するようにするし、いつも勉強面とかすごい気にかけてくれて LINE とかしてくれてありがとうございます。県外に出してもらって授業料とかも払ってもらって、すごい自分のためにいろいろしてくれてるから、お母さんのためにもいろんな勉強を頑張りたいし、バイトも頑張って県外に行かせてよかったって思ってもらえるようにもっと頑張りたいです。みんなありがとうございます。やっぱり金銭面で県外進学諦めてる子たちが多いと思うんですけど、諦めるんじゃなくてやっぱ自分でいろいろ調べたりとかすると諦めなくていいように奨学金とかあったりするので、そこは自分でたくさん調べてほしいです。あと急に親とかに話しちゃうとダメって言われる子が多いと思うんで、そこは行きたい理由とか親を説得する材料を集めたりとか、自分が行きたいって思うんだったらそれなりにやっぱ覚悟必要だと思うし、県外に出すって親からすると多分一大事だと思うんで、そこも踏まえて前々からいろいろ考えるようにいっぱい悩んだ方がいいと思います。千葉商科大学は資格取得に力を入れていて、また先生たちも生徒に親身になってくれるとってもいい学校です。また学食もすごい有名で美味しかったりおしゃれなので、ぜひ来てもらいたいです。千葉商科大学に来てください。メソレー